はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、805日目ですね。はい、現在2021年8月30日の、午前7時55分なんですけども、今回はですねターニングポイントですね、あと3日と7時間ということで丸3日以上残ってるんですけども、一応、累計全部終わりました。はい、報酬の方も、累計ステージポイント350万超えまして、一番下にあるこれですね、 S ランク TS 契約書第6弾これ取りましたんでね、開封したいなと思います。はい、今回使ったエナジーはですね95エナジー使いました。はい、まあ、95エナジー使ってね、まあ、ちょっと早めに終わらせたかったのは、まあ、最強決定戦がね今日から始まるんですけども、まあ、それにもし能見選手がね累計で、まあ、このアカウント阪神術生だけでやってるんですけども、阪神、今回能見選手なんでね、能見選手もし出れば最強決定戦のオーダーにも入れたいなということで、ちょっと早めに、エナジー、そうですね、結構まあちょこちょこ失敗もねしてましたんでね、結構エナジー使いましたけどね、まあなんとかあの最強決定戦前に、もし出ればね取れるという感じで終わらせたかったんで、まあ良かったかなと思います。はい、今回まあガチャもせずに、イベントボーナスがこういう感じですね。はい、まあ A ランクの TS のランダム2枚とで選択が2枚で能見選手2枚取りまして、で B ランクの杉内選手、角中選手、この合計 200% で、まあ、200% と言ってもね、一番最後のねあの A ランク TS も最後の方にあるんでね、まあ、実質もっと少ないイベントボーナスでやってたんですけども、まあ、それでなんとか、95エナジーで3日と7時間前ですかねに終わらしましたんでね、まあ、良かったかなと思います。結構まあ失敗しました。はい、そういう感じです。はい、それでは、契約書開封するんですけども、先ほども言いましたようにね、今回 TS 第6弾、阪神は能見選手ということで、欲しいのはもう能見選手だけです。はい、先発適正 S 球威77、制球78、スタミナ79ということで、僕は2020のね通常のシリーズ1の能見選手極みで持ってまして、称号用も、1枚あったんでね、で今回 A ランク TS で2枚取りましたんで、称号用3枚ありますんでね、まあ球威も制球もスタミナも全て A に乗る可能性もありますし、称号によってはね、はい、まあ、道中も狙えますんで、ぜひ来てほしいなと思ってます、能見選手ね。はい、それでは契約書開封したいなと思います。一応ね第5弾でね、あれはホームランダービーでしたかね、あれでちょっと累計でね阪神坪井選手引きましたんで、まあ2連発ということはなかなか難しいと思いますけども、ぜひ能見選手、阪神能見選手待ってます。それではいきます、ターニングポイント累計S ランク TS 契約書第6弾、欲しいのは能見選手だけです。いきます、能見選手お願いします、来い。さあ坪井さんに続いて来い、来てくれ能見選手。おお、高津監督ですね。はい、高津さんですね。はい、うん、まあまあまあしゃあないですね、それはもうそんなうまいこといくわけないですよね、累計でね2回連続自チーム引くっていうのはなかなかそれは難しいでしょうからね。ヤクルトの高津監督ですね。はい、まあ、結構ね強い選手ですけども、はいはい、まあ今回こんな感じですね、ちょっとまあ、うん、能見さんね来てくれれば最強決定戦のオーダーに入れたいなとは思ってたんですけども、まあしゃあないですね、来てくれませんでしたけどね、一応ヤクルトの高津監督が来ましたけどね、まあこれはもうしゃあないなと思ってます。まあ今回ガチャもせずにランキングも走らずにやってますんでね、もうこれはもう諦めるしかないなと思ってます。はい、まあ最強決定戦も今日から始まりますんでね、まあ前回の動画ですかねで紹介したオーダーでなんとか頑張って、目標の順位にね上回ってほしいなと思ってます。はい、今回こんな感じです、また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。